皆さんこんにちは、マキオです。今クロンティンタイムとなっていますけれども、皆さんマスクはお持ちでしょうか？どこに行くにも今は欠かせないものとなっていますよね。ただ枚数も限られているので、同じものを毎日毎日繰り返して使っている方も多いかと思います。ちょっとこれ雑菌がついていないか、ちゃんと消毒されていないかどうか、すごく心配になりませんか？今巷ではこれの消毒方法なんかいろいろとやってるんですね。例えば電子レンジにかけるとか、炊飯器に入れるとか、いろんな方法があると思うんですけれども、私たちはちょっと文明の利器を一つ買ったので紹介したいと思います。それがこちらです。じゃーん。UV サニタイザーという機械になりまして、このコードの先は USB ケーブルでつながっています。使い方はとっても簡単です。外から帰ってきた際にパカッと開けまして、ここにこのマスクを入れて、ちょうど入るサイズですね。蓋を閉めます。そしてスイッチを押すだけで、緑のスイッチが、ファストということで18分で消毒で、もう一回押した青いスイッチは30分スタンダードの時間になるそうです。これ30分置いておけばマスクが消毒されます。では30分後どんな感じになるでしょうか？はい、何も変わってませんいや、見た目は何も変わらなくって、ちょっと匂いが消毒の匂い、でも別にそのアルコールとかその病院とかの匂いではないんですけれども、何かちょっと前とは違う匂いがします。でこれはライトによってそういった匂いがつくみたいでして、一応中にこういったスポイトが、一緒についてきました。なので消毒をする際にここに一滴アロマを垂らすことによって、そのアロマの匂いにもなるよっていうことがあるらしいです。今回マスクで試してみましたけれども、実はこれ携帯電話やジュエリーとか時計とか、そういったものももちろん可能です。これに入れてピッとスイッチを押せば、はい、携帯電話も音が鳴る、消毒が可能です。携帯電話ってね、トイレの便座より汚いって言いますからね。はい、皆さん気をつけてくださいはい、そしてもう一つ重大なお知らせが、ファストチャージという書いてありまして、消毒だけではないんです。充電も可能なんです。外から帰ってきたらマスクを入れて、上にスマホを置けば充電もできちゃう優れもの、一つで二役の機械になっています。お値段は、大体70ドルで、こちらはもともとサンフランシスコの会社、ウルティマジーネって読むのかな、はい、こちらの会社の商品となっていまして、私たちもインターネットで検索して買いました。ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、検討してみてください。私たちは医療関係者ではありませんが、今旬なこととして私たちも消毒ができているかすごく心配だったので、ぜひ皆さんにもこのことをシェアしたいなと思ってこのビデオを作りました。こちらは UV サニタイザーで偶然見つけた一つの商品なんですけれども、他にもあると思うので皆さんも調べてみてください。 Excuse me ダラスでは、ダラスアメリカ生活における自宅待機生活をセキララに公開しています。チャンネル登録、そしていいねボタンもいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。それではまた次の動画で会いましょう。